皆さんこんにちは、タイです。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。これから上越新幹線に乗って新潟へ向かうわけなんですが、今回は2021年秋に引退する E4 系新幹線に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。 E4 系新幹線は1992年に運行を開始した現存する日本唯一の2階建て新幹線車両で、マックスという愛称で人々から親しまれているんですよね。しかし2018年度より E7 系新幹線に順次置き換えがスタートしており、今年2021年秋頃に引退が決まっています。また引退に伴い2021年ダイヤ改正日当日3月13日より E4 系のラストラン企画というのがスタートしています。今回はね、そのラストラン企画を交えて東京から新潟まで E4 系新幹線に乗って移動していきます。ということでやってきたのは JR 東京駅の新幹線ホーム22、23番線です。本日ね、ゴールデンウィーク初日な上、午前中に発生した地震の影響で東北新幹線止まっているんですよね。なので改札口前めちゃくちゃ混雑していました。今回乗車する E4 系の MAX 時っていうのは14時56分発、375号の新潟行きです。上越新幹線時号っていうのは号数区分が300番台となっており、定期列車は1から順番にスタートしていくわけなんですが、60番台や70番台っていうのは臨時列車になっているんですよね。今回乗車する MAX 時375号も臨時列車の一つとなっています。さて22番線には2階建ての大きな巨体でね、乗車する東京14時56分発 MAX 時375号新潟行きが入線してきました。こちらがね、2021年秋に引退する E4 系新幹線です。いやー、それにしてもね、側面の車体を見るともはや壁でしかないですよね。14時56分発 MAX 時375号新潟行きが到着です。2021年秋に引退が決まっているこちらの JR 東日本 E4 系新幹線は3月13日のダイヤ改正日当日よりラストラン企画がスタートしています。そのラストラン企画の一つとして両先頭車両に Thank you MAX ということで、さよなら E4 ラストラン2021っていうねロゴが入るようになっています。いやー、皆さんはね、愛された車両っていうのがよく分かりますよね。E4 系といえば1階席と2階席に分かれた2階建て車両というイメージがあるんですが、1編成に数箇所だけ階段を使わないフラット席っていうのがあるんですよね。で、今回私はこのフラット席にね、乗車していくわけです。このフラット席っていうねやつは1階 FL 表示が切符に表示されるわけなんですが、この FL 表示っていうのはマックスが引退してしまうともう見ることができなくなってしまうんですね。それでは4号車乗車口より MAX 時375号を乗車していきましょう。乗車してすぐ左側には2階へ上がる階段と1階へ下る階段があります。またこの真ん中のやつはですね、車内販売のワゴンなどを運ぶためのエレベーターです。人が使うことはできません。で、今回フラット席に座るわけなんですが、フラット席は階段の逆、こちらですね。普通の新幹線と車窓は変わらないわけなんですが、この切符のね FL 表示っていうのがなくなってしまうということで、今回こちらにしました。で、座る席は15番 E 席ということで、15番 E 席はこちらですね。JR 東日本の新幹線の自動放送で面白いのというのは、日本語放送は次の停車駅しか言わないに対し、英語放送は停車駅すべて言うんですよね。今日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。MAX 時375号新潟行きです。関東乗務員北島佐藤です。止まる駅と到着時刻30分、燕三条16時41分、終点の新潟16時54分の到着です。埼京線でいう赤羽大宮間っていうのは新幹線と埼京線並走区間となっており、列車によって並走が見られるんですよね。現在も快速列車をマックスときごが追い抜いています。東京を出てから23分、列車は大宮までやってきました。通常の新幹線だと東京大宮間だいたい20分程度で結ぶんですが、この列車は臨時な上巨体の E4 系でね運転しているからか、車体重いのかね、23分かけて東京大宮間を走っています。臨時のマックスときごっていうのは基本的に停車パターンが固定化されていて、大宮を出ると高崎、越後湯沢、長岡、燕三条、新潟になっているんですよね。しばらくの間は東北新幹線との並走区間となるわけなんですが、ニューシャトルの丸山駅付近でね、上越新幹線と東北新幹線はそれぞれの方向へと分岐します。ということでやってきたのはお隣5号車の売店スペースです。この売店スペース、ラストラン企画その2としてガチャガチャがあるわけなんですね。こちらのガチャガチャね、書いてある通り上越新幹線 E4 系 MAX 編成ラストラン記念のものなんですよね。ボトルキャップステージになっています。しかも1回分のお値段400円とちょっと高めなんですよね。種類は全部で10種類、上越新幹線を走っていた車両の、ね、ものです。今回私ですね、ここに800円用意しました。2回分ね、ちょっとやってみましょう。200系新幹線と E2 系新幹線ですね。ちょっとこちら開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。これ一緒にですね、ペットボトルのキャップみたいなのもついてるんですね。これこのようにね、はめると使うことができます。実際にこのようにペットボトルの蓋にはめてね使うことができます。1回400円とねちょっと高めではあるんですが、せっかくのねマックスの引退記念の、ガチャガチャですので、旅の記念に買ってみてはいかがでしょうか。ラストラン記念のガチャガチャをやって中身をね紹介している間に列車高崎駅着いてたんですね。1分ほど停車をしてすぐにね高崎駅を発車していきます。高崎から先の上越新幹線っていうのは上越国境を越えて新潟へと向かうため山越え区間となっていくんですね。 E4 系を使用している上越新幹線 MAX ときご、MAX 谷川号っていうのは2021年のダイヤ改正で本数が減ってしまったんですよね。特に長岡大宮間をノンストップで走る準速便っていうのもなくなってしまい、ほとんどの列車が高崎越後湯沢に必ず停車するようになっています。現在ダイヤの MAX とき、MAX 谷川号っていうのはそれぞれ5往復ずつで計10往復しかなく、他客機にのみね臨時の停車パターンが統一された MAX とき号っていうのも運行されています。夏以降のラストラン間際になってくるとですね、結構混んできますので、皆さんも今のうちにねぜひ E4 系新幹線乗り納めしておいてはいかがでしょうか。ということで東京を出てから1時間34分、列車は長岡までやってきました。この長岡駅には通過線が設けられているんですが、この通過線を利用するのは旅客列車だと1日1往復のとき311号、312号だけなんですよね。また2013年まではイオン系新幹線がですね、この長岡駅の通過線を通過していき、東京新潟間ノンストップで運行されていたという歴史もあるわけなんですね。列車は長岡駅を発車していきます。上り側にはですね、とき332号の東京駅、長岡を出ると次は大宮の列車がやってきたわけなんですが、あちらの列車2021年のダイヤ改正前はイオン系16両編成で運転されていました。まもなく終点新潟です。新越線、羽越線、白新線、越後線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。停車の際揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。ということで、東京を出てから1時間58分、列車終点新潟までやってきました。乗ってきた E4 系新幹線は、このまま回送列車として、新潟新幹線車両センターの方に移動します。東京から新潟まで E4 系新幹線に乗ってきた動画いかがだったでしょうか。ラストラン企画っていうのは、引退日当日まで行われますので、皆さんも今のうちにぜひね、E4 系のラストラン企画楽しみながら上越新幹線の E4 系新幹線乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。